はい、というわけで今日はね高知市の、葉山渓谷っていうところに来てます。でこの先にねもう目の前にトンネルがあるんですけども、こちらが葉山第一トンネルかな。対向車があるときは情報板が点滅します。調整中、壊れてるのかな。今日こっちに行こうかなと思います。これは手掘りのねトンネルです。昼と夜と雰囲気また違うんでしょうね。昼間なんで、比較的なんかそんなに恐怖心がないんですけど、夜になったらまた雰囲気が違うんでしょうね。でこのさらにあの下南側ですかね、第二トンネル、葉山第二トンネルってあるんですけども、そこはかなり有名な、トンネルになっています。立ち入り禁止。この水路が見えます。でこの辺りはね鉱山、石灰岩がよく取れるので、もしかしたらこの感じは、鉱山に通ずる道だったのかなとか思いながら通るわけなんですけども、この大正初めぐらいにこの道路ができたということで、かなり主要な道だったと聞いてます。ちょっと雨がすごいですね。でこのトンネルを、抜けたところにもう一つの見物があるんですけども、このなんか岩をね削ったのかな、そんな感じの道があるんですけども、ちょっと屋根みたいな感じになってます。いう感じです。その横に昔のね、昔使ってた橋があります。あ、でも歩道かな、歩道なのかな。すっごい高っ、これ落ちたらアウトな感じがします。児童さんが
フルーツとチキン。交通安全、水難防止。ここがね、すっごい気になって仕方ないですね。ペンなんて書いてあるんでしょう。ペンなんか昔だいぶ前ぐらいはなんか入れたみたいですけど、やっぱ危ないんでしょうね。まあ、この下にある第二トンネルもかなり独特な作りなので、ぜひそちらの方にも行っていただきたいなと思います。かなり有名な場所で、何これ珍百景でも取り上げられたほど有名な、感じになってます。もうこのいうねストレートな感じじゃなくて、本当になんかかなりカーブがかって、その中に普通に車が通るという感じです。かなり見通しが悪いので、またそこに車が入っていく姿も、まあ、一つの何だろうな、なんか見ものというかネタになるのかなと思います、はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。第一トンネルでございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。